霊五式自走迫撃砲は中国人民解放軍陸軍の総輪式自走迫撃砲。92式総輪装甲車の車体上部に 120mm 自動迫撃砲を装備している。PLL- 零五92式総輪装甲車をベースに開発された。水上での最高速度は時速 8km、最高速度は 時速 80km、最大走行距離は 720km。フロント4輪補助パワーステアリング、NBC プロテクションシステム、セントラルタイヤプレッシャーレギュレーションシステム、砲塔の両側に取り付けられた3連の電動発煙弾発射機などを標準装備。武装は360度回転可能な溶接構造の完全密閉型砲塔を装備し、 武装は 120mm 自動迫撃砲と85、式1 2.7mm 銃機関銃。方針には、マズルブレーキはなく、稼働範囲はマイナス4度からプラス80度、迫撃砲弾やグレネード、対戦車グレネードを発射でき、直接照準と間接照準の両方が可能で、36発の弾薬を搭載している。銃の照準や操作モードは、 必要に応じてオートマチック、セミオートマチック、マニュアルとすることができる。この方には、半自動装填装置が搭載されており、直接照準と間接照準の2種類の照準機が装備されている。最大発射速度は、グレネードが6から8発、フン、迫撃砲グレネードが10発、フン、対戦車グレネードが4から6発、フン。ありがとうございます。